皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は793回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは5月14日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。さて、今日のメッセージテーマはこちらです。母さんの愉快な話です。今日は5月第2日曜ということで母の日ですね。母さんの愉快な話です。日曜天国では1年間に50週ぐらい放送があるんですが、50回放送があるんですけれども、毎週ねメッセージテーマ設定していますけれども、私の勝手な思い込みと家族の恥ずかしい話と並んで、この母さんの愉快な話っていうのがもうこれもう何ですかね、三強ですからね間違いありませんから、頼れる、クリーンナップだね。むしろもう母さんの愉快な話は4番ですね、素晴らしい。サッカーでいうと背番号10 素晴らしい。そうですね、全幅の信頼を置いています。間違いありませんから。しかもですね、コンプライアンスや放送コードが厳しくなる中ですよ、まあ、こんなこと言うのはちょっとおかしいですけども、人の失敗を笑ったりね、主観的な感想を言えない時代になりましたけれども、この母の日の母さんの愉快な話は昔のことであるということと家族の話であるということで、免罪符をもらった最強状態になってましてですね、この令和の現在において存分に人間の面白みを味わい聞くことのできる最後のメディアです。確かにちょっとね、あの大げさなものいいですけど、そんなような感じあるんですよね。なるほど、そうかなんですよ。そうね、だからか、これはね本当にもう人間が間もなく手元から失いそうになってる楽しみの一つですから。こぼれ落ちていく感じ、もうでもたまらないから、ぜひね最近ラジオ聞いたという方はご期待ください。間違いありませんから、早速紹介してまいります。はい、いいですね。いいですか。立川市のオーシャンベリーさん、61歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。母さんの愉快な話ですが、私が小学校5年生の時、家族で長野県の諏訪湖に出かけました。いいですね。中澤さん長野でねお仕事されてましたから、はい、みんなで遊覧船に乗り出港してしばらく経った頃、乗り場からちょっと待ってちょっと待ってよという金切り声が聞こえます。母の声です。子供のアイスを買ってたんです。乗ります戻ってきてよと、もう船は岸からだいぶ離れているのに無茶なことを言います。他の客もなんだなんだと、あの人だよと小さく見える母のことを指差します。私と弟は恥ずかしさのあまり精一杯他人のふりをしました。父はなぜか遠い目をして諏訪湖を眺めていたように思います。その後遊覧船がスピードを上げてくれることを願ったのですが、母は諦めることを知らず叫び続け、結果なんと遊覧船が戻り始めたのです。はい、他の客もすごい人だねと感心していました。しばらくしてようやく乗り込んできた母は、危なかったわ、アイスが溶けるかと思ったわよとニコニコしながら私たちにアイスを手渡しました。そうですね、人数分買って。その頃の私は母の熱量を恥ずかしく思うこともありましたが、母が亡くなって10年、船を引き戻すほどのすごい迫力を懐かしく思い出しています。そうね、いいお話ですね。いいお話なのかな、どうかな。ねえ、これ今だとほら炎上案件になってるでしょ。そうかもしれん。とんでもないクレーマーがいたみたいなことになってるのかな、わかんないけど、ね、いやまあ牧歌的な ね、うん、ね、ちょっとそのまあこの方がほら60歳だから、お母さんは多分ね昭和一桁かな、多分戦前生まれなんじゃないかな、わからないけれど、やっぱり想像だけどね、戦争体験している世代の人たちっていうのはやっぱり強いよね。恥ずかしいとか、そういうことよりも自分の家族のことっていうことだもんね。そうですね、母の熱量を恥ずかしく当時思っていたけども、亡くなってから懐かしく思い出していますっていうね。そうですね、
市川市の胸肉京子さん49歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。あまり愉快ではない状況の話なのですが、聞いていただけますでしょうか。十数年前、父が脳出血で倒れ救急搬送された時のことです。あららら。母から連絡をもらった兄と私は翌日実家に駆けつけ、母と一緒に病院へ向かいました。お兄さんと、この人が妹さんなんだ ね、 そうなんですね。 ICU にいる父のもとへ前日に付き添った母が案内してくれたのですが、そこに横たわる父の顔は私たちの知っている父ではなく、こんなに人相が変わってしまうものなのかとショックを受けました。しかしそれにしてもあまりにも変わってしまっていて、兄と顔を見合わせ少しおかしいなと思っていたのですが、その間に母はベッドのそばに歩み寄り、お父さん、子供たちが来てくれましたと顔を覗き込んで話しかけているのです、はい、やはり父なんだ、これが父なんだ。意を決して私たちも近づこうとしたその時のことです。あ、これお父さんじゃないわまさか。兄と二人で生まれて初めて本当にずっこけました。場所が場所だけに全員で必死に笑いをこらえながら隣のベッドの父の元へと行きました。見ると父はちゃんと父の顔でした。それだけになぜすぐに気づかなかったのかとまたおかしくなってきてしまいました。不謹慎な家族ですね。あの時のおじさん巻き込んで申し訳ありません。それから数年後の父の葬儀でも、直前まで涙を流していたはずの母はお坊さんの読経の際、耳なじみのないお経の言葉が面白くなってしまい、ブブッブブッと吹き出し、同じく笑うのを我慢していた兄と私の肩を震えさせたのでした。あの時のお坊さん申し訳ありません。ねえ、前日から付き添ってたんだよね。前日から間違ってたわけじゃないよね。案内した先が間違ったってことだよね、きっとね。そうでしょうかね。うん、これはでもあるみたいね、結構 ね、 そうなんですね。前もね、うん、いらっしゃった。うん、ちょっとね、あの勝手にね思い込んでるからね、なんかね、こう、靴痛い時間があったから顔が険しくなっちゃってとか ね、 そうですね、意外に横たわった自分の家族の顔が分かんなかったりするときあるよね、きっとね。立ってるときとちょっと変わるからね、人相がね。そうね、そうね、はい、なんか心積もりをしてるしね、こっちも。そう、うん、はい、どうぞどうぞなんて言われるとね、あ、そうなんだっていうふうに思っちゃうもん ね、 うん、動転してるからね。成田市の彩り夢子さん27歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私は母のオーバーな愛情表現が愉快で大好きです。いいね、いいですね、うん、こういう明るいお母さんいいよね。そうです。アラフィフの母は50歳超えってことかな、うん、アラフィフの母は普段から元気いっぱいなのですが、定期的に私に愛しているよ、あなたはママの天使よと言ってくれます。あら何か荷物を送ってくれるときには段ボールの底にマジックペンで大きく I love you と書いてあったりとにかく愛をストレートに伝えてくれるのです。いい、ノリがいいね。真似する、うん、I love you って大きくね、段ボールの底に。先週の連休も実家に帰った際は、帰ってきてくれてありがとう、ママ感動してますと涙ぐんでいました。年末年始も帰省していて、大して久しぶりでもないのに、さすが私の母といった感じです。その後も母のテンションはどんどん加速し、私はもう27歳なのですが、いないいないバーをしてくる始末で、母のストレートな愛情表現には慣れているものの、さすがに圧倒されてしまいました。次はお盆に帰る予定ですが、どんな言葉をくれるのか今から楽しみです。27歳の娘さんにいないいないバーはちょっとさすがに愛情表現が肩だね。いいね、面白いね。27歳の立派な社会人にいないいないバーだ。そうですね、うん、どんな顔するかしら、ね、どんな顔するかしらなんて言って笑うかな、うん、笑うかななんて言ってね、心配になっちゃうね、ちょっとお母さんね、驚いちゃうよね。小さい時と同じ顔なんつって、うん、まあ、親にとってみると ね、 そうですね、まあ、本当に3歳も5歳も27歳も変わらないのかもしれないし、ちょっと久しぶりに実家に戻ってくるとね、昔の感じに戻ったっていうところはありますよね。私あの小さい時蓄膿症だったって話は何回かしてますよね。そうですね、そうでした。あとなので、あんまりその埃とかのあるところに行くと、どうしても鼻がグズグズしちゃって少し症状が悪化するんで、あの一応
私の実家の中では新一郎は鼻が弱い、なので埃が出るところに寄せるとダメだっていうのが、なんか家族姉含めての3人のコンセンサスが取られ続けてたんですよ。で弱い私も49ですよ。49でだいぶ鼻もういいんですよね。だし自分でそんなあの鼻のコントロールとか自覚があるから近づいたりしないんだけれども、帰省した時に姉父母いて、物置からなんかちょっとあのたくさんの人数が忘れられるテーブル出すみたいな時に、その難度からこうちょっと大きめのテーブル出そうみたいな、お正月人が増えたんでっていう時に、まあ家族みんなでそこから出す作業するじゃないですか。でちょっと埃がわっとこう舞った瞬間とかにですね、もう姉とか母がですね、新一郎下がってなさいって49だからさ分かってるし、自分でどうにでもするんだけど、やっぱりその感覚が戻るみたいね。だからここでわーってくると、新一郎下がって、新一郎入ったらダメって、可愛がられてるよね。しダメすぐ出てなんつって、何があったのかと思うんだけど、めっちゃ可愛がられてる、コンセンサス取られてるから。面白いよね、幸せ本当幸せ。久しぶりに聞いた、俺何かなと思った、なんか見ちゃいけないものがあるのかなと思って、何って言ったら、ほこりが来てるから、ほら鼻なんて、そうそう、ほらご迷惑かけたから、小さい時いろいろ耳鼻科通いで蓄膿症。小平市からいただきました、ダーマさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。これもね、初めてのケース、母さんの愉快な話。私の母は妹が高校に入学した日の保護者会で、役員がなかなか決まらないことに業を煮やし、私がやりますと宣言して帰宅し、妹に全く2組の保護者会ひどかったわよと言ったところ、え、お母さん私5組だけどと、母は違うクラスで役員になったことが発覚しました。その後担任教師に連絡し、クラスを間違えたことを伝えましたが、もう一度保護者に集まってもらうわけにもいかないので、そのまま2組の役員をやってくださいと言われ、とうとう卒業するまで役員を務めることになりました。卒業式ではスピーチまでしたそうです。そんな母も子供の日に86になりました。これからも元気で長生きしてほしいです。あら、面白いね、本当初めて聞いた。まあでも確かに入学してすぐだからね、一体誰のお母さんかなんて分かんないしね。うーん、まあそういう人がいるんだろうとかね。あとはまあ生徒と名字が違ったとしても、まあ保護者会だから、まあそういうことなのかなっていうことでなるよね。だからダーマさんのお母さんは全く関係ないクラスの役員をやってたっていうね、ものすごくやる気、本当に素晴らしい、すごいよね。なかなかね、保護者会の役員決め大変だっていうもんね。そうですね、そうなんですね、すごいよね。でもね、誰もやらないからやったわっていう人は何人かいると思いますけどもね、そう、違うクラスの役員までやったっていう人はなかなかいないと思う。本当にありがたい、ね、素晴らしいことです。なんていう名前の高校なんだろう、知りたくなっちゃうね。ちょっとね、あの辺小平、そうですね、柔軟ですよね。柔軟だよね、多分伝説になってるだろうね、まあ、あの辺の多摩地方ではもう。そうね、ちょっとないもんね、すごい人いたよかつてっていうね、伝説。町田市の野球親父さん、58歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。今からちょうど50年前、私は小学校3年生で、2歳違いの妹と母とのやり取りでした、はい、ある日の日曜日の午後、妹はしゃっくりがなかなか止まらず苛立っていました、うん、母は水を飲めばとか息を止めなさいなどと指示をしていましたが、それをやっても妹のしゃっくりは止まりませんでした、うん、ねえ、ちょっとね、小さい時結構ね、困っちゃうよね、動揺して ね一生続くのかと思ったりするもんね。その時です、突然母は妹に向かって、お母さんのお財布からお金を取ったでしょうとかなり強い口調で浴びせました。取っていないと言い返す妹、見てたのよ私はと母、挙句妹は泣き出してしまいました。私は小学校1年生の妹がそんなことをするわけはないと思いながらも、母の真剣な顔を見ていると、妹よやっちまったのかと思った。その瞬間、母の口から思っても見ない言葉が、しゃっくり止まったでしょ。さらに泣き崩れる妹、私は子供心に何もそこまでしてしゃっくり止めなきゃいけないのかなと思いました。何にでも真剣勝負をする愉快な母です。
この方もほら58歳だからきっとねお母さん多分昭和の早い生まれじゃないきっと ね、うん、だからたくましいんだよね。そうなんですね、うん、国分寺市のしょうがないよねさん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。母と先日食事をした時のことです。母はオムライスを注文し、私としばらく喋りながら楽しく食事をしていました、はい、するとケチャップライスをこぼしてしまったのか母の服の胸のあたりが汚れていることに私は気づきました、うん、そのことを指摘すると特に慌てることもなくお手洗いに向かい、数分も経たないうちに汚れを落としきれいな状態で戻ってきました。さすが年の子だな、ケチャップの汚れ落としなんて母にかかれば朝飯前なんだと感心し、その術を私も身につけたくてやり方を聞いてみますと、やり方を聞いてみました。すると母は汚れなんて落としてないよ、ほら前後逆に着直しただけ見えないでしょと見せてくれた背中にはしっかり朱色に染まったケチャップの跡がありました。御年生地を迎える明るく大好きな私の自慢の母です。そうですか、面白いですね、ね、うん、記事77歳ね、そうでおめでとうございます、ね、汚れなんて落としてないよっていう、ね、前後逆に着直しただけっていうね、本当ですね、そうね、いいですね、まあ、後ろだったら気にならないからいいかなみたいな、そうね、前よりね、うん、面白いよね、そうですなんかいろいろありますね。さてそれではここで1曲お聴きいただきたいと思います。高崎市のコークスクリューさん、男性の方からリクエストいただいています。ありがとうございます。ザ・ブルーハーツでラブレターお聴きください。今日は母さんの愉快な話、メッセージを紹介しています。杉並区の9時2分44秒さん、31歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。母さんの愉快な話、今から10年以上前、私が沖縄から上京してすぐのお話です。母から最近体調を崩していて外出するとめまいや立ちくらみで大変とのこと。私はとても心配でしたが仕事が忙しくなかなか帰れずにいました。そうだよね、杉並から沖縄までってなかなかね、お金もかかるしね。そんなある日、兄から連絡が入りました。兄、心配だったから母の様子を見に来たんだよ、買い物するって言うからさ、あんまり無理しないように言おうとしたらなんか変なんだよ。母は日焼け対策のため夏でも長袖長ズボン、深い帽子にサングラスをかけていますが、サングラスに妙な違和感を覚えた兄、気づいた瞬間兄は大声を出したそうです。お母さん、それサングラスじゃなくて 3D メガネだよそうです、母はどこから仕入れたか当時流行っていた映画用の 3D メガネを着用し、沖縄の暑さの中過ごしていたのです。そりゃ視界も歪むはずだ兄は玄関で転げ落ちるほど爆笑したそうです。母は現在も大ボケをかましながら父と元気にやっています。それは 3D メガネかけてたらちょっと立ちくらみはするわね。そうですね、うん、いやよかったね、原因が分かってよかった、うん、高崎市のコークスクリューさんからのリクエストザ・ブルーハーツでラブレターを聞きいただきました。一瞬曲に乗せてメッセージ読み始めたから泣ける話かと思ったんでしょう、みんな思ったでしょう、うん、ねえ出たでしょ、うん、俺もちょっとそう思い始めちゃった、うん、ね、本当ですよ、うん、ね、うん、途中からなんか自分でもグッときちゃった最終的にはじゃあ俺曲に乗せながら読んでる自分にグッときてるだけじゃないかっていう疑惑ね、失礼いたしました気づいちゃった、気づいちゃうとね、失礼しました。そうは問屋が下ろさないということですねAM ラジオ舐めては困ります。川口市の波の子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。私が実家暮らしをしていた時のことです。入浴中に地震がありました。大丈夫大丈夫と急いで駆けつけてくれたのはありがたかったのですが、母はよかった平気ねと言って風呂場の電気を切っていってしまいました残された私はたまったもんじゃありません。全裸で不安でした。地震よりもこっちの方が怖かったです。今年で80になる母、以前ほど体のキレはないものの、時々個性的な観点で物を言う口の方はまだまだキレキレです。いつまでもこのまま元気でいてほしいものです、ね、
あるよね、なんかもう習慣で風呂場から離れるときは電気消すっていうのが一連の流れで身についてるからね、人がいようが何しようが電気消しちゃうんで、ね、解決したから、解決したからね、うん、はいなんて、あ、よかった大丈夫だったなんて言って、はいなんてバッてちゃう、困るよね。最高です。今日は関東地方雨降ったりやんだりの予報ですが、意外に港か傘がまだ雨降ってきませんね。そうですね、持ってますね、はい、うん、これでよしと思って出ると降ったりするのかな。うん、油断なりませんね。今日母の日ということで母さんの愉快な話、浜松市のピーチさんです。私の母の名前は陽子です。自分の名前の漢字を聞かれた時、以前は陽石の陽、浮かん無理に谷ね、陽子さん、陽石の陽と答えていたのですが、はい、ゴールデンウィークに帰った時、容疑者の陽と答えていました。母曰くもう分かりやすい方を取っているとのことです。大笑いしてしまいました。もうね、昔はさすがにほらちょっと自分の名前言うときにさ、あんまり悪い言葉と一緒だと嫌だからさ、やっぱりなんか頑張って考えてたんでしょ、きっと ね、内容の陽とかさ、陽石の陽とかね、うん、そうね、うん、もう、うん、なかなか伝わんないだったらもういいわみたいな、うん、容疑者の陽です。はい、わかりました。まあ、これはすぐわかる、確かにわかるけどさ、もういいんだ、もう いろいろ諦めた、いい、これでいい。山形の天童からいただきました、ありがとうございます。ペロちゃん、女性の方、実家の母はタコが好物です。美味しいよね、よく買ってきては刺身や酢の物、唐揚げ、パスタの具など、パスタの具、さまざま料理して食べています。ある日スーパーから帰った母が袋からいそいそとパック詰めされたタコを取り出すと嬉しそうに言いました、はい、見てよ今日これ特売だったのよ、毛利谷屋さんのターコ。と思い、何が特売だったってと聞き直すと、毛利谷屋さんのターコだよ。どうやら毛利谷屋という音に引っ張られ、続けて言うとタコがターコになってしまうようなのです。おかしくて、え、ちょっと聞こえなかった、もう一回何と言うと、自覚がないのか、だからさ、毛利谷屋さんのターコだよと繰り返す母。言い間違えていることを伝えたのですが、その後何度やっても毛利谷屋さんのターコと言ってしまう母に笑いが止まりませんでした。わかる、うん、毛利谷屋ってもう緊張するもんね、それ読むときにね。そうね、うん、そう、そうだな、毛利谷屋さんのターコだよ。ターコ、ターコ、座りがいい、座りがいいね、はい、前橋市のピアノ少女さん、15歳、ありがとうございます。10代で AM ラジオとは関心です。私の家の前には公園があって、春になると近所のおじさんたちが花見を楽しんでいます。コロナになる前、春の日の夜、いつも通りおじさんたちが花見を楽しんでいたのですが、夜遅くになってもなかなか帰りません。うるさいなと思っていると、お母さんが突然リビングの窓を開け、ピアノを弾き始めたんです。曲は蛍の光。すると酔っ払いのおじさんたちは閉店だと思ったのか、気まずくなったのか、そそくさと帰っていきました。もしかすると私のお母さん、前世は一休さんだったのかもしれません。とんちが効いている。すごい、15歳の高校1年生、いや面白い、上手、もう活躍してほしい、これから15年ぐらい AM ラジオで。そうですね、15歳でも一休さん知ってる。そうね、本当15歳を語る49じゃないの、大丈夫かな。素晴らしいお便り、素晴らしいお便り、感動しました、はい、うん、感動した、うん、ありがとうございます。文京区のホイッスルヒューストンさん、40歳女性の方、ありがとうございます。数年前、母が友達から東儀秀樹さんのコンサートに誘われた、雅楽のコンサートなんて楽しみでしょうがないわとご機嫌に話していました、はい、後日母に東儀さんのコンサートどうだったと聞くと、うん、あれね、東儀秀樹さんでなくて東方神起のコンサートだった、でも楽しめたわと、どうしたら雅楽師の東儀秀樹さんと韓国のアイドルグループ東方神起を間違えるのか、よくよく聞くと友達から LINE でお誘いの連絡が来た時に東方神起を知らなかった母は勘違いしてしまったというのです、うん、似ているし漢字が4つだから間違えちゃうわよねと、似ているかな、おっちょこちょいで可愛い母、いつも家族に楽しい話題を振りまいてくれています、ね、
だいぶ違いましたね。ファンにとってはね、東方神起のコンサート誘われて嬉しいってことになるかな。そうですね。府中市のお魚もみじさんからのリクエスト、宇多田ヒカルさんで花束を君に。京都市のつばこさんからハガキでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。半年ぶりに帰省しました。実家にある着物を母と一緒に整理しながら、ふと先日74になった母が、おばあちゃんが亡くなったのが84だから私もあと10年かなとぽつりとつぶやきました。あと10年母が今と変わらず健康でいてくれたとして、私がお盆とお正月帰省と考えれば、年2回かける10年1泊2日いたとしてもトータルで40日、小学生の夏休みの期間くらいの日数しか一緒に過ごす時間が残されていないことに改めて気づきました。我が家は母が結婚した時から父方の祖父母と同居していて、父方の祖父母は2人とも今も健在、健在とはいえ弱い100に近いので、もちろん一人でできることも限られていますし、母が祖父母の世話をしていることを数え出すとキリがありません。もう50年近くもこの調子でやってきたのです。私には到底真似できないことであり、本当に頭が下がります。まだ祖父母が健在な以上、母が心から羽を伸ばせる時間はないのだと思いますが、自分の中でカウントダウンが始まっているのなら、どうか残りの時間は自分のために大切に使ってほしいなと思っています。お母さん本当にいつもありがとう。そうですね、いやいやね、やっぱりね、お母さんとの時間っていうのはね、ずっと続くっていうふうにはね、もうね、年齢的にね、考えないですもんね。その分優しくしてあげてください。いいお便りありがとうございました。府中市のお魚もみじさんからのリクエストでした。宇多田ヒカルさん、花束を君に、お聞きいただきました。母さんの愉快な話、長野県のメビポコノエルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。母さんちょっと変なんです。一番受けたのが夏の甲子園を見ていた時のこと。勝った球児が一列に並び校歌を歌っている時、野球やってる子って歌も上手くなくちゃいけないって大変だねと一緒にいた父も私も目が点になりました。そんなわけないじゃん。その後もプロの人が歌ったのを録音して流してるんだよ母さんと説明しても、だってあんなに大きな口開けて真剣に歌ってるじゃんとなかなか信用してくれないんです。自分の思うことが絶対って周りの人は大変です。他にもちょくちょくあるんですが、この話が分かりやすい話です。どうでした？素晴らしいクオリティでしょ。5月14日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎の日曜天国、塵も積もれば山となる、チリに住むのはリャマである。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 さて、来週5月21日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは昔ハマっていたこと。ゲストはアリの研究者、村上隆弘さんです。それでは来週も日曜朝10時、TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。